岡山県真庭市、標高500メートルの里山の山頂にそびえる醍醐桜。推定1000年の巨木で、新日本名木百選にも選ばれ、岡山県の天然記念物に指定されています。醍醐桜は江戸彼岸桜という品種の桜で、花びらはソメイヨシノより小粒ながら、樹高18メートル、根元周囲 9.2メートル、枝張りは四方に20メートルの巨木に咲き乱れる花たちは圧巻です。ちなみに山頂の駐車場は普段は無料ですが、シーズンには警備員の方が配置され有料となります。なお、地元の方に伺うと、満開時の土日には3時間以上の渋滞ができるそうです。登山道もあるため、登山好きの方はそちらも良いかもしれません。名前の由来は、鎌倉幕府を倒幕した後醍醐天皇、後醍醐天皇が起きえる慶となる道中にこの桜を見て称賛されたと伝承が残っています。その後、後醍醐天皇は島から脱出し、鳥取県の千畳山に陣を構え、千畳山の戦いに勝利、倒幕につながっていきます。近隣には樹齢800年の巨大な吾妻彼岸という品種の岩井畝の大桜もあります。この桜は平家の落ち武者が京都より持参した苗から育った桜という伝承もあります。平家の滅亡と鎌倉幕府の終焉を散りゆく日本の桜を通して眺めるのも一興ですね。